はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、さあ、本日なんですが、皆さんは全部っ系カード何個言えますか？本日はですね、まあ、いわゆるですね、全部っと言われてるカードをね、めちゃくちゃたくさん入れてきた、スーパー全体除去レンダリッキー、こちらをね、ご紹介していきたいと思います。まあ、思いつく限りの全体除去カードいっぱい出てきたんですけども、まずはやっぱりブラックホールですね。マスターデュエルでは演出がなぜかブラックホールには存在していて、めっちゃかっこいいんですよ。これと、あとサンダーボルト、それから、太古から伝わる最強カード、ライトニングボルテックス、それからライトニングストーム、それから聖なるバラミラーフォース激流層と、こういったね、全部っぽカードを全部で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15枚入ってます。全部っぽカードを15枚ぶっ込んだ、全体除去レンダリッキー。これね、なんか、雑に勝てるんじゃねっていう。アホみたいな思考で作ってきました。で、一応まあアタッカーがいないとお話になりませんので、アタッカーはまあいくつか入れてまして、ちょっと現在ですね、まだ撮影日が7月の10日なので、新パック来てないんですよ。新パック来てないんで、まあ、さ、新パック来たら勇者とか、なんか、装置系のカード入れてもいいと思うんですけども、今回は、普通にアレイスター、召喚獣のね、一番ショートであるアレイスターと、デスフェニー、あと、リフレクターから出てくる、来れる、シンクロモンスターたちを入れています。まあ、ここ、ハリダドンにしてもいいと思うんですけども、全体除去しちゃうので、ブラックホールと相性がいいかの何かなって、いろいろ探してたんですけども、ハリダドンギミックで、もう出せる、このね、ハリダドン入れてもいいですよ。このギミックにちなみに。このギミック入ってないですけど、ハリダドン入れてもいいです。で、これ何が一番強いかっていうと、ベールゼっていうモンスターめっちゃ強くて、これ戦闘効果で破壊されないっていうのがクソ強いシンクロモンスターなんですよね、これ。これがいると、なんか、ブラックホール打ってもう、なんか、こっち死なんっていう、なんか、やばいことが起きて。だから、ベールズでビートしながら、相手は、全部、激流層とかブラックホールで全部処るっていうね。まあ、そういうギミックとなっています。早速ね、なんかクソ、デュエル、いっぱい取ってきたんで、見ていただきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、世界一頭の悪いデッキをね、組んできたので、やっていきましょう。まあ、コンセプトは、全体除去を全部、全部入れました。まあ、全部というのは言い過ぎか。全体除去と言われている、なんか強そうなカードいっぱい入れてきました。はい。ひたすら全体除去を連打してれば勝てるんじゃないかっていうね、説をね、立証していきたいと思います。はい。オビラプター召喚。なるほど、いいでしょう。さあ、オビラプターの効果によって、で、デッキから恐竜族モンスター1体を選んで、手札に加えるか、墓地の送る。なるほど。そして、ミセラサウルスは、手札から墓地の送ると、このターン、恐竜族モンスターは何の効果も受けないっていう最強の効果を、最強の耐性を得る。そしてミセラサウルスはゲームから除外すると、恐竜族モンスター1体を特殊召喚できるが、この他に支援し増殖する銃を発動し、これが通んなかったら終わり。これが通んないと世界終了。よし通る。よし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 。ゲーム3加減通った。オッケー。増殖する銃はこのゲームの3加減である。有名な人言っていた。有名なデュエリスト言っていた。この、ゲームへの3加減、増殖する銃はゲームに参加する権利である。さあ、ベビキュラサウルスの、効果止まんねえな。おい、ブラックホール2枚は強い。やばい、今ハンドだけで全体除去4回できるぞ。ライトニングストームからのライトニングボルテックスからのブラホブラホっていうなんかやばいことができるぞ。これは強い。この止まらねえ、全然 こいつ止まらない。止まることを知らねえのか、バカな。恐竜デッキって言うてでも妨害数そんなにそこまでめちゃくちゃ多いわけじゃないですよね。まあ、言うて5妨害ぐらいでしょ、多分最大マックスまでいって。5、6妨害ぐらいだと思うんで、最大ね。7妨害ぐらいか、でも、最マックス。で、それはでも、なんでも向こうが7回とかじゃなくて、モンスター効果が無効とかもなんか含まれるから、いや、さすがにブラックホール連打すれば多分いけると思うんだよね、俺。さあ、全然止まんねえじゃん。マジで止まんねえじゃん。やべえ、ハーピーの張り儲けも来た。神ゲー。これで神戦やらね、なんか神通やら、まあ、入ってとしたらね、ね、無限本用とか、ああいう系の効果も全部ぶっ飛ばすことができる。さあ、そしてスクラップワイバーンの効果、スクラップワイバーンの効果によってスクラップラプターを特殊召喚しながら、フィールドのカードを1枚破壊するという効果。いいだろう。はい。OK! で、何を破壊する？あんまり何破壊しても関係ない気がするけどな。はいはい。ブラックホール3内の圧やば。ブラックホール3内の圧やばすぎでしょ。これはやばい。いや、早く打ちてえな、これ。おい、展開止まれよ、早くそろそろ。どこまで展開してんだ、こいつ。やばいだろ。まあ、普通のデッキはね、結構その、
2秒で光らなければいくらでも展開していいみたいな話はありますもんね。確かに。さあなんかものすごい量のカードか手札に来ましたけどもものすごい量のカード手札に来ましたけども、やばいです、これはやばいですよ。これ非常にあまりにも全体値が多すぎて、これどっから発動してか分かんなくなるレベルで、さあ増殖する地もどんどん引いていく。全然展開止まんねえじゃん。究極深海魚発動していく。さあ最後の締めで究極深海魚を発動し、あるごと、スクラップキマイラをゲームから除外し、何が来るんだろう、これアルコンかな、それともなんかあれかな、ゴアトルスかな、まあ、どっちでもそんなに変わんないですけどね、あの全体値がこんだけあると。さあゴアトルス、なるほどね、ゴアトルスを出して魔法トラップカードを無効にしていくというスタイルね。今相手の盤面は何でも無効が1回2回か、何でも無効が2回、魔法トラップカード無効が1回、モンスター効果無効が2回みたいな感じかな。まずはライトニングストームをぶち込んででライトニングストームをぶち込んで相手のカードを破壊するという効果を多分どれから止めてくるでしょうね。ちなみにこれ禁じられた一滴一応あるんですが、撃つ必要さえすらないかなっていうレベルですね。はい、なるほど。で無効にしてくるサベージの効果使った。で一滴はもはや発動しない。一滴なんていうカードでね、乗り越えなくてもね、これ、ね、手数で乗り越えられます。これ見ますか皆さん、ものすごいこと起きますよ。一滴なんていうカードに頼んなくてもなんとかなるっていうところを見せましょうあえて一滴を使わねえっていうフリングね。そしてブラックホールを、一発打ち込んでいく。さあブラックホールを一発打ち込んで、これで魔法トラップカードを無効にするカードはあと2回しかない。アーティクの効果発動、アーティクの効果によって魔法カードの効果を無効にして破壊していく。なるほど、いいでしょう。それはあんまり関係がない。はい、はい、でもう一回ブラックホール打って、でゴアトルス効果発動してさあゴアさん、ゴアトルス破壊するしかない。ゴアトルスで無効にして破壊するが、もうこれで次のブラックホールを止める手段は相手のフィールドにはない。はい、なるほど。で、プチラノトンが破壊されたことによって何らかの恐竜族モンスター出てくる。関係ないあんまり。はい、でパンケガも来た。妨害増えた、妨害増えた、妨害増えたぞ。はい、ブラックホールブラックホール3連打。うわあ神ゲーだ、神ゲーが起きている、あまりにも神ゲーが起きている。とりあえずテラフォーミング発動して一回圧縮するか、何でもできるけどな。恐竜妨害めっちゃ多いですからね、多分止められると思ったんでしょうね。この引かれても全部無効にすれば関係ないみたいな話だったんでしょうね。さすがにブラックホール3連打されると思ってないだろうなで、リフレクター特殊するでしょ。で、リフレクター効果すると、これでバスターも引いてんだよな。バスターも引いてるから、バスタービースト持ってきて、で、捨てるカードも使えないから、どうしようかな。アレッサ召喚していくか。アレッサ召喚して出るだろ枚数、えぐいなマジでえぐいな、これ出るだろ枚数で、適当にハリアノン、ハリアノンじゃねえや、ハリセレーナアクセスしましょう。適当にで、ハリファイバーからの、エフェクトベエラ、あ、まだいますね。エフェクトベエラいる、エフェクト特殊で、セレーネする。セレーネの効果によって、フィールドまたは墓地で存在するマジックカードの数がカウンター起きますか。ブラックホールをさっき3回打ったんでね、もちろん3枚以上溜まっていますよブラックホールなんでかって、ブラックホールを3回打ったからですよ。でセレーネの効果と、セレーネの効果によって、カウンターを3つ取り除くことによって、カードを1枚、墓地から特殊召喚できる。そしてセレーネと、エフェクトベーラーをリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン現れよ。ストームアクセス、風をつかめ、アクセスコルトーカー、アクセスコルトーカーの効果と、アクセスコルトーカーの効果によって神聖魔皇后セレーネを対象に取り、そのモンスターのリンクマーカーの数から1000ポイントの打点をアップしていく。そして手札よりマジックカード召喚マイスを発動。召喚マイスの効果によって墓地に存在するアレイスターと、相手の墓地に存在するアークディクレラーとかいう意味不明なモンスターをゲームから除外していくぜ。
ほらよ、これによってメルカワを融合召喚、そして最後の挨拶だ。これが俺様の挨拶。おはようございます。フュージョンデスティニーの発動、フュージョンデスティニーの保管より、デスティニーヒーローモンスターを持ち送り、デスティニーヒーロー融合モンスターをエクストラに距離特殊召喚する。現れよ、ガッツポーズガチでデストロイフェリックスガイドーン。地獄みたいなこと起きてる、マジで。バトルでてめえのソリティアも長々と見てやったんだから、おい何サレンダーしてんだ、てめえのソリティア長々見てやったんだからよ、俺の戦闘ダメージ食らえよ。おー、まあまあ激流あるからまあワンチャンありますね。さあ、緊急テレポートを発動。緊急テレポートの効果により、デッキからサイキック族モンスター1体を特殊召喚できる。さあ、なんかあるな、うららかな。まあうららだったらリフレクターじゃなくてバスタービーストとかの効果に打ってくる人は意外といるかもしれないですね。はい、まあでも言うてまだ召喚券使ってないんで。さあ、バスタービーストを召喚していく。そして、バスタービーストの効果を発動。バスタービーストの効果によって、バスターモードを手段に加えたい。あー、なるほどなるほどなるほど、やりますね。あー、まあじゃあまあサブプランでいきますか。まあ効果モンスターみたいな並びはね、これハリアドンもできますね、簡単にね。まあちょっとハリアドンギミックちょっと今回入ってないんで、あの召喚獣ギミックいっぱい入ってるからね、あのリンクモンスターとあれだけども、こうハリアドンギミックを一応入れといた方がいいかもしれない。あ、枠があるんだったら、まあどうでもいいや。そんなことは、全体除去してれば勝てる。さあ、フュージョンディスティニーを墓地の送り、フュージョンディスティニーの効果を適用、デスティニーヒーローで、ディバインガイト、ダッシュガイをもちろんってことだから墓地送り、もちろんってことだから墓地送り、デスティニーヒーロー、デストロフェニックスガイを特殊召喚、そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット、これでターンを終了だ。まあ、激流と聖なるバリアはちょっと遅いですけども、まあ言うて妨害にはなってるんで。はい、ちなみにデストロフェニックスガイさんはね、あの相手の効果で破壊された場合じゃなくて自分の効果で破壊されても別に蘇ってくるんで、激流層もちゃんとケアできるっていうね、はい、自分の激流層で巻き込まれても俺だけは蘇るっていうね、まさに不死鳥。さあ、アレイスター1体で、リンク召喚、なるほど、アルティミス、おなるほど、まあいいでしょう、その辺はまあ許容して差し上げますよ。で、召喚魔術を発動。召喚魔術の効果によってまあ今はそんなに困んないかな。まあ光通しの多分メルカバーでしょうね、これね。メルカバー出てくる。で、攻撃宣言時聖なるバリアミラーフォースかな。一応デストロイフェニックスが後ろを割れると熱いので、聖なるバリアミラーフォースを、使って相手のメルカバーを処理するあの感じでいきましょう。激流層はまだ早い。さあ、メルカバーを召喚からの、ここはもうスルー。で、メルカバーぶん殴ってくる、ミラーフォース発動で、トラップカード持ってないから、さすがにさすがにトラップカード持ってないから、破壊される。で、次の、セットしたカードを、デスフェニーで割るっていう、そういう3段でいきましょうね。そしてメルカバーの攻撃宣言時、そこ知れぬ絶望の口で沈め、聖なるバリアミラーフォースを発動。聖なるバリアミラーフォースの効果によって相手の攻撃表示モンスターを全て破壊する。くらえ、何あるの？ハルキケニア、何貴様、てめえやるな。じゃあまあどっちにしても死ぬから、まあ普通に破壊するか、普通に破壊するか。まあ一応メルカバーをしょれた方がいいから、どっちにしてもだな。あ、でもこれあれか、聖なるバリアミラーフォース割れんのか。聖なるバリアミラーフォース破壊して、でメルカバーを破壊していく。オッケー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 、よし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 、いいぞ。オッケー。結果オーライ。まあ、トラップカード相手が手札から捨てさせることができたので、まあ良しとしましょう。で、モンスターはいなくなった。完全に。そして誰もいなくなった。激流層はそしてある。完璧。はい、セット。なるほどね。はいはい。いいでしょう。さあ、デストロフェニックスの効果発動するか。チェーンあるか。ない、墓穴はない。オッケー。墓穴はない。ドロー。リフレクター来た。いいぞ。そして、ダッシュガイの効果を発動。ダッシュガイの効果によって、手札に引いたモンスターを特殊召喚できる。現れよ、サイキックリフレクター、これは強い。リフレクターを召喚し効果発動。リフレクターの効果によってバスターモードの名前が記されたカードを1枚を手札に加えることができる。これによって
バスターモードをお手札に加えていく。そして、墓地に存在するデストロイフェニックスガイを特殊召喚することができる現れを、スタンバイペイズデストロイフェニックスガイ。うおー、あの伏せカードなんだろうな。割ってから動く説もまあそこそこあるが、あれなんだ、あれわからん。一生チェーンしてるのは無限法要かなんかですかね。まあ無限法要かなんかだと思うんだよな、多分おそらく無限法要かなんかだと思われるので、まあ、とりあえずちょっとバスターモードを見せて、でバスタービーストを特殊召喚し、まあ一応割っとくか。じゃあ一応割るって言えば、まあ使ってくれると思うから、まあここで使わないんだね。なるほどね。あれ無限法要ではない、ちょ分からん。とりあえずなんか分かんねえけど割るわ。分かんねえから、分かんねえから割るわ。怖いし、デスティニーヒーロー、デストロイフェニックスの効果、そう、デストロイフェニックスガイの効果によって相手のフィールドのカードと自分のフィールドのカードを、あーうわーうわー、クソ恨めったディノミスクスは効いてないよ、ディノミスクスは効いてない、クソ恨めった、最悪やうわ最悪だ。聞いてないよ、それは。それは聞いてないな。ちょっと一回2枚ドローしか考えるわ。じゃあもうちょっとディノミスクさ聞いてないよ。まあ、全体除去系のカード引きたいですね。あーいいですね。あ、全体除去引きましたね。全体除去を引いたら、まあとりあえず一旦ハリファイバーしたと言いないもんな。いやこれベールって強いんじゃね。ベールズでのこの戦闘効果破壊耐性多分クソ強いと思うわ、これ。相手、言うて召喚中バージェットマ、バージェストマデッキでしょ。多分さ、言うてさ、破壊系ですよね、大体。大体が。大体が破壊系効果だから、多分ね、なんとかなるんだよね、これ多分。で、まあ、これでエンドか。ベールズで、ベールゼボーダーちょっと怖いけどな、まあ、戦闘破壊体制でどうにかする。あとは激流装っていうクソやべえカードがあるからな。召喚魔術何な、何召喚魔術の効果によってまた融合モンスターでも、まあ、融合モンスター出てくるか、出てきたところで言うてベールゼを突破するのはそんなに容易ではない。さあメルカバーを融合召喚していく、で激流装ぶっ込む、で激流装ぶっ込んでメルカバー1体目どっか行く、どっか行く、はい、オッケー。でトラップカードまだあるやるなお前、もうやるな、お前やるな、お前やりやるな、お前トラップカードめっちゃあるな、あのデッキ。だいたい激流層は取るんだけどな。あ、ちなみにベールズは自身の効果によって、戦闘効果では破壊されないためブラックホールも、激流層もたら打ちとなっております。はい、自分は知りませんので、相手だけ知るっていうのがやばいことが起きます。これブラックホールと激流層がクソ相性いいです。さあそして回収したアレイスターを召喚することもできるぞ。さあ2体目出てくるか。さあアレイスターを召喚していく、でアレイスターの方が発動、アレイスターの方に行って召喚魔術をサーチ、まあ、でもこれでアレイスターを回収することができないんで、メルカバーの2500ではこの、ベールゼ君を突破することはできない。何アルミラージ何いいだろう、アルミラージ、はあ、炎属性にするってか、プレガトリオか、ああ石化カードな、なるほど、光属性を作る程度か。で戦闘効果でダメージを受ける場合に一旦一度ゼロにできる効果で召喚魔術発動していく、いいだろう。さあどうする、お前の、融合召喚魔術ではこのベールゼを突破する手段がないんじゃねえか、ないんじゃ、バスタービーストバスタービースト、まあでもあんま関係ないから、もうバスターモードセットされてるし、もう出すことはねえ。さあメガラニカ、おっとなんだどうした、なんだどうした、ベールゼ君のテキスト読め、ベールゼ君は戦闘効果では破壊されないんだよ、しっかりテキストを読むことをおすすめするぜデュエリストよ。まあテキストを読まねえのがデュエリストだけどな。さあ残念ながらテキストを読むことを失念したため、やつはもう2500と1000が棒立ちだ。残念だったな、消え去れ歴戦のデュエリストよ。俺は暴走魔法陣を発動、暴走魔法陣の効果により召喚師アレイサーを手札に加えさせてもらうぜ。そして吹き飛べブ
ゴールふぅはいどーんうんこつえうんこつえマジでバカだよ召喚獣が使えるのはなお前だけじゃねえんだよてめえだけでもだと思うなよ召喚獣かなアレイスターとお前のフィールドあお前の墓地のメルカバーをゲームから除外してもらうぜあれあれよ召喚獣メルカバー残念だったな次のターンお前はマジックカードと魔法カードどっちかを止められるぞさあどうするさあ息してるか息してるバトルフェイズさあメルカバーをぶん殴っていく2500のダイナメージそしてベールゼでぶん殴っていくベールゼのダイナメージさあ相手のロコライフは2500これでターンを終了していくそして相手は、マジックカードとモンスターの効果を発動しても無効にされてしまうことが決定しているこれは厳しいお相手しどういう風にこの場面を突破していくのかこれは厳しいさあそして召喚師アレイスターを召喚し召喚師アレイスターの効果を発動召喚師アレイスターの効果を何ならスルーしていく召喚マイスをゲームから除外したら相手は何もできないはずだそして召喚マイスをサーチし召喚マイスを打っていくのかさあ召喚マイスを発動するかその効果が消えし召喚獣メルカバーの効果発動メルカバーの効果によりマジックカードを手札から持ち送りそのカードを無効にしゲームから除外していくさあこれによって相手は召喚マイスをスビーティーなければ何も融合召喚をすることはできないという地獄みたいな展開になってしまったこれはまずいさあお相手しどうするサレンダーかおっとカードをセット怖いあのデッキバージェストもめっちゃ入ってるから怖いんだよなセットカード解決しちゃうあ解決しちゃうめっちゃ解決しちゃう今めっちゃ解決しちゃうドローで、召喚師アレイスターを召喚召喚師アレイスターの効果発動召喚師アレイスターの効果によりまた召喚マイスを手札に加えさせてもらうぜ召喚師アレイスターで出せる融合モンスターまだいますねいっぱいねちなみにアウゴイディス君は融合モンスターなのかなこれ魔法トラップカード割れないなるほどじゃあメルカバディかでは相手の墓地の光属性をどんどんゲームから消していく行け召喚人メルカバー2体目レベル9が2体来るというのは VFD かさあ召喚魔術を回収してそしてアレイスターを回収していくさあバトルフェイズだ残念だったな底知れぬ絶望の淵に沈めカードがあっても俺様は手札にトラップカード残っている行け召喚獣メルカバーでぶん殴っていけうおはいどうぞ発動して早く発動しろお発動しろよてめえ発動しろよあんだビビってんのかそれからなんだおいそれからなんだって聞いてんだよいけメルカバーでぶん殴っていけ耐えられたタックバージェストがカナディアいややばい裏側表示になってしまうなんちゃってなんちゃって対戦ありがとうございましたうおーベールゼブラックホール最強対戦ありがとうございましたうおーうんこのデッキ最強っていうことでいいですねはい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 まあまあまあ悪くないですよ悪くはないですけどちょっとトラップカードが若干被ってるのがちょっと痛いですねシターナなるほどシターナ効果によってセッチが特殊感かなるほどで、ランタンシャークなるほどあやばいサメデッキだシャークこれはやばい強いやばい強いそいつは強いやべえことが起きてるいやさすがにランタンから勝ったはちょ犯罪でしょうやばいやばいレベル4にて4体並んでるやばい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 、 やばいあのデッキでレベル4が4体並ばれるとさすがに強いまずいことが起きてるなさあこれであバハムトシャーク OK バハムトシャークは OK いいだろう持ち帰るすんのかなこれは一回持ちを出していくスタイルなのか何なのかでリヴァイアさんの激光で激流走何貴様も激流走の使い手これあれだなあのクラゲデッキだなクラゲシャークだなシャークラゲでバハムトシャークの効果によって何らかのランク3モンスターリヴァイアンシャークやばい未来利用はやめてくれ未来利用だけマジでやめていや戦闘効果で破壊されないモンスターめっちゃきついんだよこのデッキでマジで一滴引かんと話にならないやばいやめろやめろやめろ未来竜王やめてくれ
やマジできつくて、その全部パケカードで大体全部破壊するっていう効果なんで、その未来リオくんの効果突破できないんですよね。立っちゃった立っちゃったバハムートシャーク、うわ持ち帰りも出てくるやつ、終わったくせー。いやこれ一滴引いたらいける、わ一滴引いたらわある。えなんかリバイスドラゴン出てるけど、ブラックリーランサー、え一生ブラックリーランサーするやん、やばい、なにこれ、ええええ2枚入ってんの、そんなことある。強すぎるだろ、ふざけんな。あ、派手防御来た。いや一滴引かんと返せんのよ未来竜王は。ライトニングボルテックスも聖なるブラウンミラーフォースも全部腐ってんのよ、なんなら5分の3腐ってんのよハンドで。やばい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 、うおー聖なるバリアミラーフォースの効果発動、うわなんで生き残ってんだてめえ、なんか帰ってきたし、どうもすいませんでした。反省しまーす。